スリラージャケットスリラージャケットとは、マイケル・ジャクソンの1983年の楽曲、スリラーのミュージックビデオにおいて、マイケル・ジャクソンが着用していた赤いジャケットのことである。キャンディ・アップル・レッドの地に、黒のストライプ、多くのファスナー、M のロゴ、スター・トレック風の角バッタ、リジット・ショルダーが特徴的だった。このジャケットは、当時広く模倣され、 1980年代半ばに流行した最もホットなアウターウェアとなった。ジャケットの偽造品が500ドル以上で販売されたこともあったため、1984年にジャクソンはニューヨーク市でジャケットやその他の商品の不正コピーを防ぐための訴訟を起こした。2011年6月27日、スリラージャケットの実物がジュリアンズオークションに出品され、 180万ドルで落札された。購入者のミルトン・ベレットは、このジャケットを、ロックンロールの史上最高の記念品と評した。ジャケットの収益は、2006年に、ジャクソンが、ネバーランドを去った際に買われていた、ベンガルトラの収容先となった、シャンバラ・アニマル・キングダムに寄付された。スリラージャケットは、デボラ・ナドルマン・ランディスによってデザインされた。彼女は、レーダース。 失われたアーク、世紀におけるインディ・ジョーンズのジャケットなどもデザインしていた。この赤いジャケットは V 字型の黒いストライプ、珍しいスタイルの前のボタン、腕の上から突き出た角張った、リジットショルダーが特徴的だった。ランディスはジャクソンがより男らしく見えるようにこのジャケットを特別にデザインしたと述べている。クリスティーン・グレッドヒルは著書、 スターダム、欲望の産業の中で、スリラーにおける、ジャクソンの全体的なスタイルについて、次のように論じている。スリラーでは、マイケルの衣装とその様式的特徴が、このような役割のメタテクスト的な重ね合わせを補強している。男性主人公としてのマイケルが、ボーイフレンドであり、スターでもあるとすれば、ロマンスという方程式の中の彼の女性の相手は、 ガールフレンドであり、メタテクスト的なレベルではファンでもある。ファッションデザイナーのザルディは、ジャクソンの死により中止になったコンサート、ディスイズイットにおいて、このジャケットを再デザインした。肩には血を模したデザインが施され、内側にはジャクソンが、ビデオの中で変身する、猫のような獣の姿を模したスタンプが押されている。このジャケットは広く模倣され、 1980年代半ばの最もホットなアウターウェアの流行となった。現在では、クリス・ブラウンやカニエ・ウエストなどの有名人が模倣したデザインのジャケットを着用していることもある。また、多くの人が欲しがったジャケットの一つであり、1980年代のティーンクールの縮図でもある。スリラーのビデオで着用していたジャケットは、ペプシコーラの CM や、ザメイキング・オブ、 マイケル・ジャクソン、S ・スリラーのダンスリハーサルのシーンで着用していた白黒のレザージャケットと共に彼のベストセラージャケットの一つである。高価な偽造品が大量生産されて500ドル以上で販売され本物を手に入れたと勘違いする人も多く出た。1984年にジャクソンはジャケットやその他の商品の無断コピーを防ぐためにニューヨーク市で訴訟を起こした。 ドキュメンタリー、ネバーランドに、さよならを、の最後には、告発者のウェイド・ロブソンが焚き火の前に立ち、ジャクソンのスリラージャケットをはじめとする、様々な記念品を燃やす姿が映し出された。燃やされたのは、本物のスリラージャケットではないとも言われたが、ロブソンと監督のダン・リードはあれは本物だと何度も、反論した。2011年にロブソンは、 スリラーでジャクソンが着用したスパンコールの手袋1点とジャケット1点をジュリアンズオークションにそれぞれ31,250ドルと49,920ドルで出品した。金銭的な利益を得るためにドキュメンタリーに出演してジャクソンを告発したのだというロブソンへの批判に対応してオークションハウスはツイッターで出品を確認した。なお、スリラーの撮影で ジャクソンが着用したジャケットは2着あり、もう1着はオハイオ州クリーブランドのロックの伝道で展示されている。ありがとうございます。